皆さんこんにちは、丸川です。今回も VF1S 作っていきましょう。今回で4回目。定期購読の発送の都合で遅れてしまいました。それでは、開封していきましょう。だいぶ簡素なパッケージになってしまいましたね。まあ、箱が結構邪魔なんでいいんですけどね。こちら4周目のパーツになります。1S の頭がありますね。早く組み立てたいです。そして、5周目のパーツ。これで2000円かー。そして、サッシが入ってますね。話には聞いてましたが、だいぶ簡約化されています。バインダーはいつ来るのかなー。今回の動画なんですが、撮影していたら結構長尺になってしまったので、前後編に分けてお送りしたいと思います。5周目のパーツがあれだけしかなかったので、許してね。なんなんでしょうね。この鉄板。それでは、今回使う道具を紹介しますよ。まずは、いつものニッパーですね。私のお気に入り、タミヤの薄刃ニッパーです。続きまして、プラスドライバー。こちらは先端は小さめがいいと思います。そして瞬間接着剤。液状のものよりゼリー状の方が使いやすいと思います。さらに竹串。段ボールなどに接着剤を出して、少量取ってつけるのに使います。最後にピンセット。こちらは、なくても大丈夫ですがあったら便利です。それでは、作っていきましょう。まずはコックピット周りの組み立てです。座席を取り外して、足元にペダルを取り付けていきます。このパーツです。こちらは取り付ける向きがあるので注意しましょう。ニッパーで切り離していきましょう。間違えて、パーツを切断しないように切り取る部分にも注意しましょう。こちら、パーツ表面にゲート跡が残ってしまいますね。カッターなどで少し整えましょう。少し削った方が良さそうですね。表面を少し整えます。今回使うのは、カット済みのペーパーを使っていきます。800番とかの方が良さそうですが、これしかありませんでした。まあ、パーキングラインとゲート跡が目立たなくなれば何でもいいんですけどね。いつもバンダイ製のプラモデルばかり作っているせいか、この商品ゲートとか、パーキングラインとか結構目立ちますよね。全部処理しようとしたらかなり時間かかりそうです。そう思うと、最近のバンダイのプラモデルってすごいですよね。今作っているガンダムも驚きました。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。どれどれ、いい感じかな。こんな感じで、仕上げました。どうでしょう？もう片方もやっていきましょう。さて両方できたので、取り付けていきますよ。下にノコッと出ているのが下になるようにつけていきましょう。接着剤を準備しましょう。今回も段ボールに出していきます。ちなみに、私が使っている接着剤はダイソー製です。安くて使いやすいですよ。竹串でつけていきましょう。取り付け具の穴に少量つけていきます。はみ出さないように注意しましょう。小さいパーツは、ピンセットでやるといいですよ。向きに注意して。慎重に取り付けていきましょう。穴に入ったら、指でしっかり奥まで押し込みましょう。つきましたね。もう片方もつけていきましょう。そういえば、このペダルって垂直尾翼を操作するペダルなんでしたっけ？あまり戦闘機に詳しくないんでわからないですけど。
車みたいにアクセルとブレーキで跳なかったような気がします。まあ、よくわからないんですけどね。さて車でいうところのアクセルペダル部分もつけていきましょう。クラッチペダルがないってことは、オートマかな。冗談はこのぐらいにして、つきましたね。しっかり奥まで押し込みましょう。裏側も少し補強しましょうねー。取り付け完了しました。続きまして、相関号で作ったモニター部を取り付けていきましょう。コックピットのこの穴に配線を通していきます。そしたら、ネジで固定していきます。ここで使用するネジは、前回の3巻で付いていた、黒いネジです。皆さん捨てずに保管されてましたか？今回で余ったネジの重要性がよくわかりましたね。今後も余ったらとりあえず保管しましょう。それでは、固定していきましょう。まずは右側からいきます。穴を下のパーツとしっかり合わせて固定していきましょう。つきましたね。もう片方も固定していきましょうねー。この時に配線を挟まないように注意しましょう。ちゃんとクリアランスを作って固定していきましょう。それでは固定していきましょう。配線を挟んでしまうと断線の恐れがあるので、慎重に。少し回したら、一度確認しておくといいかもしれませんね。できましたね。それでは、このモニター部に前に作ったダッシュボード的なやつをかぶせていきましょう。穴が開いているので、穴に合わせて差し込んでいきます。おお、いいですね。コックピットっぽくなってきました。続いて、座席周りのパーツを取り付けていきます。この台形のパーツと丸いパーツです。切り離していきましょう。こちらは、あまり向きが関係なさそうなので全部切っちゃいます。向きの指定があるパーツは全部切ると、どっちかわからなくなってしまうので注意しましょうねー。二度切りしていきましょう。パーツによって二度切りしたり、しなかったりしますがあまり気にしないでください。ゲート跡が大きく残りそうなものは二度切りしていきます。少しカッターで整えましょうねー。本当はこの後ヤスリがけをした方がいいんですよね。まあ、あまり気にせず作っていきたいと思います。適当ですいません。取り付けていきましょう。この変な形の穴に向きを合わせて差し込みます。あれ、違うのかな？逆でしたね。もう片方もつけましょう。こんな感じでつきました。続いてこちらの丸いやつをつけていきます。さっきのパーツの後ろ側です。このパーツも左右は特にないみたいですね。切り離していきましょうねー。そういえば皆さんおしゃれマクロスは行きましたか？
一条くんとマックスがいますよ。私は2日目に行ってきたんですが、新型肺炎などの影響かあまり混んでませんでした。皆さんも行かれる際は、なかなか売ってないと思いますが、マスクなどをして感染予防をしっかりされてくださいね。あと、余談なのですが、おしゃれマクロスの初日開店前に並んでいると、ビッグウエストの畑中さんとかもいたりしますよ。初日の開店前に入ってパネルとかにサインしてるんですかね。以前私が見かけた時は、女性2人といました。どちらが三田さんだったんでしょうねー。マクロスデルタのサッカンのマジロさんは、C96 にもサークル参加されてましたよね。当日売り切れだったので、後日通販で買いました。前マクロス大統領に出てた島本先生も C96 の時に裏話本みたいなの出してました。面白いのでぜひ読んでみてください。雑談をしている間に丸いパーツが取り付け完了しそうですね。着きました。ちょっと見えづらいですが、着きましたよ。どんどん行きましょう。次は座席の後ろ側にこのケーブルなるものをつけていきます。ここの穴に一つずつ差し込んでいきます。このパーツは取り付ける場所が決まっているので、しっかり説明書を確認してつけましょう。まずは1本目。接着剤を使用するので、準備していきましょう。今回はケーブル側に接着剤をつけていきます。一番左の穴からいきますよ。コックピットを下向きにして差し込んだ方が、やりやすいかもしれないです。つきましたね。どんどんつけていきましょう。次は左から2番目につけていきます。接着剤のつけすぎにも注意しましょうね。つけすぎると、固まった時に白くなってしまうので。ピンセットで根元を掴んで、下向きに差し込むとつけやすいと思いますよ。こんな風に。付け終えたら、バランスを取りましょう。はい、どうでしょう。もう片方も付けていきましょう。全部取り付けが終わりました。さて今回はここまでになります。全部一つにまとめるとすごく長くなってしまうので、前後編にしました。すいません。できるだけ早く投稿できるように頑張りますので、もう少し待っててください。次回はいよいよ頭部の組み立てをするのでお楽しみに。あと、モニターの点灯テストもしますよ。なので、また見に来てくれると嬉しいです。チャンネル登録もしてくれるともっと嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。